はい、株式会社アババ代表の久保俊樹と申します。よろしくお願いします。教えて久保俊、第2弾特別編ということで、今日はゲストに井村真由さんをお招きしてお話をいろいろ聞いていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。実は第1弾を僕の SNS とかで上げた時に、ぜひ私もちょっと出てみたいということで、ご連絡をいただいたのが、今日ゲストに来ていただいている、井村さんでした。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いできればと思います。はい、改めてこんにちは、井村真由と申します。一般社団法人チャイルドプレイラボという代表をしておりまして、今は病気を抱える子どもたちを対象にした遊びのブランドポコを運営しています。よろしくお願いします。お願いします。一般社団法人ということで、もともと起業とかは、でも一般社団法人でされる方ってなかなか僕もあんまり周りの方にはいないので、なんか立ち上げの経緯であったりとか、で大学時代どういう経緯があって起業に至ったのか、そういったところをちょっと今日は深掘っていただきつつ、今取り組まれていることもご紹介いただければなと思うので、お願いいたします。お願いします。じゃあどこから掘り下げようかなんですけ確ど、かじゃあ大学時代とかは今どういった勉強というか、学問というか勉強されてたんですか？大学は慶応義塾大学の看護医療学部に所属していたので、看護師になる勉強を一応してました。で、私たちの出会いが島根のですね、コミュニティナースカンパニーと、今はちょっと名前変わって CNC という会社になってますけれども、そこの会社でインターンをしてたのがこの井村さんね。2インターンで合っ年てるよ前、ね。はい、合ってます。で、2年前インターンされてて、僕自身はその会社の代表の矢田さんっていう方がずっとメンターでお世話になってたんですけども、まさかの島根で会うというところが最一初番の最出初会い。だったんですね。で、看護師にならずにベンチャーに飛び込みインターンをし、そこから起業しちゃったというようなストーリーで合ってますかね。合ってます、合ってます。じゃあ、そのなんかコミュニティナースでカンパニーで実際やったことと、じゃあその学問の勉強とこの今の授業っていうのはなんかどういうふうに紐づいてたりするのかとか、そのあたりお聞きできますか？ありがとうございます。そうですね、もともと小学生の時に友達を小児がんで亡くしたことがきっかけで、なんかこう病を抱えながら生きる友人の力になりたいなとか、なんかその医療っていうもの、人に関わってその人自身が生きていくこうエネルギーを引き出すみたいなことにすごく興味が湧いて、あ、看護を勉強したいなと思ったのが最初看護学部に入ったきっかけではありました。ただこう看護師になりたくて看護の学部に進学したというよりかは、人と向き合うとか、その人自身の生きるエネルギーを引き出すっていうのが一番看護学っていうものがすごくフィットするなっていう思考から入っていたので、看護を軸にしながらどんな自分らしいことができるかなとか、新しいこう掛け算をしていく中で価値を生んでいけるのかなっていうのを結構模索してた学生生活を歩んでまして。最初は学生団体として子どもの遊びのボランティア活動を始めたのがちょうど4年前、すべての転機になってます。じゃあ実際にちょっとどんなことをやってるのかっていうのをちょっと具体でお話しいただけたらなと思ってます。実際に今日はいろいろお持ちいただいてるので、ぜひお見せしながらプありレがとうごゼン。ざいます。これ見えますかね。これが私が今開発途中のアドベンチャーボックスっていうボックスになってます。で、これは入院中の子どもたちが病院の中に入院した時に一番最初に出会うことができるボックス、スターターキットとしての開発を進めています。で、こう入院した時ってやっぱり、うわ、明日から学校に通えないのかとか、もちろん体調がしんどくて辛くてっていうこともあると思うんですけど、友達に会えない辛さであったりとか、親御さんと一緒に過ごせなくなる寂しさであったりとか、本当にいろんな課題がある中で、でもなんかここでの時間ちょっといいことあるかもとか、なんかここでどうせ過ごすんだったら
まあちょっといい時間にしようかなって、なんか少しでもその希望の光だったりとか何か楽しみっていうものをこう感じてもらえたらいいなっていう思いで、このアドベンチャーボックスっていうのを今開発して、5つの病院で実証実験をしながら正式ローンチに向けて進みを、はい、歩みを進めているっていう感じです。子どもたちが入院をした時に初めて出会う、はい、うん、まあ、おもちゃというか、はい、まあ、遊ぶものとして、うん、まあ、開発したと、はい、実際にどういったものが入ってるのか、はい、中今日はあるんですかね、うん、はい、あの中にはオリジナル絵本 の、 あの工作キットっていうのが入ってまして少しこの絵本もご紹介できたらと思うんですけど、私たちベッドの上から冒険を始めようっていう言葉を合言葉に、うん、あのこのプロダクトを開発しています。で、一番最初のシーンは、今日も町の病院はコンコンと光を放ってせかせかと忙しく動いていますっていう、まあ、至ってこう普通の病院といいますか、子どもたちにとっての当たり前の日常のシーンから始まるんですけど、そこを過ごしていく中で、あ、ここってなんか不思議な魔法があるらしいよ、うん、こうみんなが強く強く行きたい場所を願えると自分の行きたい世界に行けるんだってい う、 こう魔法がかかっていくようなシーンが途中で出てきてまして、最終的にはさあ君が行きたい世界はどんな世界っていう行きたい世界を描いてもらえるような絵本になっています。でもこれによって子どもたち自身が今もっとこういうことしたいんだよなとか、こういう願いがあるんだよなって、どうしてもこ う、 うまく言葉にできない思いもこう実際にこの絵本に書き表していく中で、子どもたちの心の声を少しずつ拾いつつ、それを起点に現場の保育士さんや看護師さんがコミュニケーションを促進していく、うん、そんな形の絵本を今開発しています。入院中のお子さんが前を向いて、うん、次の未来を描けるようにというメッセージが込められているわけですね、はいはい、そうです。他にもたくさんちょっと入ってるんでめちゃくちゃ個人的に気になってるんですけど。そうですね、あとは本当にウェルカムトゥホスピタルアドベンチャーっていう、あの病院の中での過ごし方であったりとか、うん、退院した後もあのいろんなこういう支援団体があるよとか、こういうところでみんな遊べるよとか、うん、勉強手伝ってもらえるよっていう、あのいろんなメッセージが書いてあったりですとか、あとはいろんな工作キットが入っていて、この工作キットを使いながらさっきの絵本にこうシールをもりもり貼ったり、うん、工作キットがこんな形でいっぱい他にも入ってるんですけど、あのいろんな素材を元にしながら、例えばカーテンのはぎれだったりとか、あのホースの端っこだったりとか、身近なものの廃材だったりとかを使いながら、うん、これって何の廃材かな、何の素材かなって子どもたちが病院の中では触れることのできないような素材を大事にしながら、うん、工作キット の、 あの中身を開発をしていまして、それを使ってあの絵本の中をもりもり自分で工作していくっていうような。あ、絵本の中を工作していくんだ。そうなんです。なるほど。なのでここの絵本の中に書き込めるページがあるんですよ、こうやって。あ、でここにいろいろ貼ったりとか書いたりとか、ちょっとじゃあ子どもたちがやってくれたあの画像があるので、それを、はい、共有しますね。はい、こんな感じですね。あ、左上とかいろいろみんなでペタペタしながら。そうです。これ実際に病院の中だけではなくて、あのいろんな商業施設さんの方で、うん、ワークショップといった形で病気を抱える子どもたちにとってのおもちゃなんだよ、遊びのキットなんだよっていうことをあの伝える啓発活動も兼ねてイベントをやったりしてるんですけど、うん、その時に作ってくれた工作のグッズたちですね。中には綿をもりもり貼って、うんうん、閉じない絵本作ってる子もいますし、対象年齢は9歳10歳 の、 あの小学校中学年のお子さん対象にはしてるんですけども、こんな形で保育士やあの親御さんのサポートがあれば未就学児のお子さんたちでも体験できるような工作キットの絵本になっています。これは退屈しなさそうですね。はい結構あの最近入院したお子さんとかだと、
退院する前に、うん、保育士さんボックスくれてありがとうって言って嬉しいです、ね、見に来てくれたり、こう入院した記憶ってどうしてもこう、うん、辛く、あんまりいいものとしては残らないケースが多いと思うんですけど、うん、でもこう自分の心と体の幸せを心から願ってくれた大人がいたんだっていうことを、うん、こう感覚として得られるすごく貴重なあの時間でもあるなっていうふうに思っていて、まあ、そういったところで子どもたちがなんか結局いろいろあったけど最後なんかもらったとこだよなっていうかなんか病院って悪いとこじゃなかったな、うん、なんかこう案外自分のこと大事にしてくれる大人もいたよなとか、うん、なんか治療以外のそういったこう医療者の方だったりとか身近な人たちとのこう大事な絆というか、なんかこう思いを確かめ合えるよう なんか場になっていくっていうのはすごくこれから先 あの医療の現場としては大事になってくるんじゃないのかなというふうに思ってます。一冊の方を作り上げて、まあ、それが楽しい思い出となって、はい、まあ、退院して育っていくと、そうですね、まあ、そんなところですね。はい、ですし、あのボックスを導入することによってなかなか退院した後もサポートしてもらえるとか、うん、一緒に人生の歩みを進めてくれるあの大人とか、ね、地域の出会いってなかなかないと思うんですけど、うん、そこの情報をあの提供できるようなコミュニティっていうところのご案内もしているので、うん、実際にこのボックスを起点にしながらそのコミュニティに入っていただいて地域に帰った後も、うん、あのみんなで新しい冒険に出ていくっていうところを一緒に歩んでいけたらなというふうに思っています。うん、はい、でちょっと2つ気になったんですけども、はい、ビジネスモデル、はい、ちょっと企業からなんか気になってしまうんですけど、はい、これは、まあ、ちょっと今はあの挑戦中かもしれないですけど、はい、まあ、将来的にどういうふうに持続可能的なものにしていく、うんうん、ビジネスモデルになっているのかっていうところと、はい、将来の展望というか、うん、はい、まあ、さっきの退院後のお話よりちょっともうちょっと詳しくお聞きできたらなと、はい、ありがとうございます。ビジネスモデルに関しては現時点では助成金をいただきながら開発を進めているというような形になります。うん、やっぱりこう入院したタイミングでお金が払える払えないの状況によって、ね、もらえるもらえないが子どもたち違ってきてしまうのはやっぱ大事にしたいこと違うよなって思いもすごくあるので、どんな病院でどんなタイミングで入院した子どもたちでも、うん、みんながもらえるようにっていうところで払い手は親御さんではなく他の方々からいただきながら、うんうんうん、あのお配りをしていけるモデルっていうのを持続的には作っていきたいなというふうに思っています。うん、今はいくつかの自治体さんと連携をさせていただいたりもしているので、うん、例えばその自治体さんのお金だったりとか、うん、そこに本籍を置かれる企業さんたちとあの組みながら子どもの未来を応援していくっていう、はいはいはい、うん、いろんなこうスキームを作りながら一緒にやっていきたいなと思っています。うん、で2つ目ですよね、どんな未来をってとこなんですけど、なんかもちろん子どもたちがこう病を抱えながら過ごしている家庭の中で大事なことに気づいてこう自分らしい人生を歩めるようにっていうところはもちろんそうなんですけど、会社としてはあの遊びと遊びってその余白っていう意味の遊びと遊び心の遊びの両方を届けることによってこうワクワクが生きるエネルギーになっていけるような社会を実現したいという思いがありまして、このボックス実は子どもに向けて届けているつもりが実は一緒に遊んでる保育士さんや看護師さんたちの例えば遊ぶものを準備する時間を削減して余白を生んでいたりとか、その延長線上で子どもと楽しい時間を過ごすことによってまた遊び心を取り戻しながら現場で純粋に子どもと向き合って過ごしていけるっていうような、こう関わる全ての人にもすごく意味があるプロダクトなんじゃないかなってところをあの思ってます。なので子どもを起点にしながらそこに関わる全ての人に遊びを届けてワクワクが生きるエネルギーになっていく社会を作りたいと思ってます。ありがとうございます。はい、なんかいい形なんで締めようかなと思ったんですけど、はい、ちょっと締まらなくてだ結構今、はい、いい側面ばっかりお話ししていただいてたんですけど、ちょっと苦労したこととかちょっとやっぱ失敗のシェアをしていただきたいなと個人的にはこの瀬戸蔵では思ってまして、全然その会社の組織のこととかでもいいですし、いや言うて今ここの病院なんか提携してますけど、うん、いやめっちゃ大変でしたよみたいな、はい、そこを聞きたい。いやめっちゃ大変でした本当にめっちゃ大変でしたっていうのもどこまで行ってもやっぱりこう看護学生だったっていうのがすごい大きいですよね。うん、もう現時点でも社会人になりましたけどもやっぱり
現場の働かれてる方々の中での優先順位だったりとか、どうしても安全面とか感染面とかって、難しそう。そう、難しい、はい、本当に難しいんですよ。はいはいはい。でもなんだろうな、いやそれ学生さんたちの取り組みでしょとか、うん、それどこのお金でやってんのとか、はい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 、いつまで続くのとかって、うん、やっぱりもちろん言われてきたこともありますけども、うん、でもそれってやっぱりそこに関わる人たちが本当に子どもの未来に向き合ってるから出てくることだと思うんですよね、うん、何か事故があってはいけないし、うん、子どもたちにとって一瞬かもしれないけどそこに関わるっていうことはその子たちの人生にとって大事な記憶になるし、うん、大事な関わりになっていくっていうことにやっぱりこうプロフェッショナリティを持ちながら関わられてる方々の、まあ、正義だなっていうところを本当にリスペクトしていて、なのでこうそこのなんだろうな、いろんな視点で子どもの未来に強く向き合ってるからそういう事象が起きてるんだっていうことをやっぱ気づけるまではなんでって、うん、こんなに自分たち思い持って頑張ろうとしてるのになんで伝わらないのってもどかしいなって思ったこともありましたけど、今は確かにそうだよなって思いながら、うん、じゃあその上でどうやってご一緒することが本当に子どもの新しい未来につながるのかなっていうことを横並びで考えられるように自分としてもなんか成長してきたかな、成長することでしか乗り越えられなかった課題だなっていうのをすごい思ってます、うん。安全面とか、はい、学生だからみたいな、はい、もう粘り強く交渉というか、はいはい、がやっぱりもうクリアしていく手段ですか。そうですね、うん、いやでもちょっと戦略的にやっぱそこやった方がいいかなと思っててはいはい、はい、どういう視点で物事を見てるから、うん、ノーって言ってるんだろうっていう、まあ、なんか分かりやすく言う相手の立場になって考えるじゃないですけど、じゃあ病院のトップの方ってどういう視点で、はいはいはい、病院見てるのかなとか、市長さんどういう視点で見てるのかな、うん、現場の保育士さん何を大事に関わってるのかなって、やっぱりそれぞれ意識されてる方全然違いますよね、うんうん、なんかそのあたりをちゃんと向き合って、はい、それこそいろんな方にお話を伺いながら現場の解像度を上げていくじゃないですけど、うん、最初に言った現場からしか事業立ち上がらないに結果戻ってくるっていうのはここでの向き合い方にもすごく通じてるのかなと思いますし、うん、私もまだまだ本当に分からないことたくさんなので、うん、もうたくさんの専門家の方々にチームに加わっていただいて、うん、現場のことや社会のことを教えてもらいながら日々頑張ってるような形です、はい、相手の立場になってどこを紐解けばクリアになるか、はい、いろんな人巻き込みながら、うん、いや結構自治体と病院って個人的にやっぱなかなか入り込むの難しいところにトライしてるなと思ってるんですけど、うんうん、結構学生の視聴者の方も多いので、うん、はいはい、なんかちょっとキャリアというか、うんうん、どういう意思決定をしたのかみたいなのも、はい、ぜひ聞きたいんですけど、はい、東京の、まあ、関東の大学に行って、はい、島根に飛び込むみたいなはいはい、はい、どういうきっかけとかがあってそうなったのかっていうのをぜひ教えてください、うんうん、そうですね、私大学1年生の時は、うん、とにかくこう看護を軸にしながら自分が何をやりたいんだろうっていう本当自分探しから始まったので、うん、それこそこう NPO でインターンをしたりとか病棟でボランティアをしたりとか、それこそこう文部科学省や厚労省のようなこう役所で働いてみるとか、もういろんな視点での経験をしながら大学2年生のタイミングで学生団体を構想して、うん、立ち上げて活動し始めたっていう感じなんですけど、だいたいその時こう学生が 3,40 人関わってくれて、うん、現場の子どもたちにボランティアをしに行ったりとか、あとはこうチャリティーイベントをするような形で病気を抱えていても自分らしく生きていくことっていうのを目指しながら共に歩めるんだっていうところを頑張ってたんですけど、なんかこう社会が変わっていく実感がなかったというか、うん、なんかボランティアの仲間は増えていきつつもその先にこうどう仕組みが変わるんだろうとか、なんか本当に必要なことが必要な人に届いていく実感みたいなことがやっぱり湧かなくて、自分に修行が足りないのかな修行したいなって思ったタイミングで、もともと私も常田さんがメンターだったんですね、ビジコンの日系の。ああ、そっかそっか。そうなんですよ。なのでそのご縁で最初はお会いして、そこから、まあ、子
子どもたちとか、まあ、地域に住む方々のウェルビーイング生きがいをこう作りながらどう事業としてやっていくのかっていう視点でも学びたいっていう思いで現場に入らせてもらったっていうのが島根に飛んでった一番の理由です。はいはいはい、なんか聞いたところによるとなんか北海道になんか半年か1年ぐらい、そうですね、放り込まれたというふうに聞いてるんですけども、はい、こう私自身ずっと横浜生まれ横浜育ちなので、うん、それこそ地方に行くのも初めてですし一人暮らしするのも初めてで、うん、なんかこう東京で培ってきた価値観がある意味通用しないというか、うん、こう人と人とのこうある意味人間としてのこう営みの中にある、うん、なんか豊かさみたいなものを初めて実感する機会になったのがこうサラベツ村っていう村での1年 の, 取り組みだったなっていうふうに思っていて、事業としての立ち上げはもちろんなんですけど、うん、すごくこう人間として成長させてもらったなんか自分にとってのこう地元だなっていう感覚が今はすごいあります。うん、まあ、このセタフラもまあ地域メディアなので、はいはい、この北海道で挑戦した1年ですかね、うん、はい、なんかそこでの難しかったこととか、うんうん、いやこれはうまくいったよとか、うんうん、結構ゼロイチを得られたと思うんですけど、はい、なんかそのあたりもちょっともうちょっと聞きたいなと。 ありがとうございます。そうですね、大変だったこととか。大変だったこと、いやめちゃくちゃありますけどなんだろう、でもやっぱりあれですかね、特にその大きなこう国の取り組みとしてだったりとか、うん、地方自治体としてこうだったらいいなっていう願いのもと、大体トップダウンで事業って降りてくると思うんですけど、実は現場に入ってみると、うん、そこにいる方々が願っておられることが、うん、その大きな上からの文脈とか若干ずれてるみたいなことよくあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういうところのこう中継ぎをどうチューニングしていくのかみたいなことを自分たちやらせてもらっていた感覚があって、うん、そういった意味でこう自分たちも看護学生でありながらこういう社会だったらいいなとか、こうやって子どもたちが過ごしていけたらいいなっていう、こうビジョンから逆算して世界を組みつつも、実は事業っていうのは現場からしか立ち上がらないというか、そこにいる人たちがどんな思いで暮らしをしていて何を願っているのかっていうところになんか着実に向き合わないと事業になっていかないんだなっていうのはなんかすごい実感した学びだったかなと思います。今めちゃくちゃいいことを言いましたね。このビジョンから立ち上がるんじゃなくて、はい、現場からしか立ち上がらないぞと現場の声をちゃんと聞いて、うん、そこから設計していかないと、はい、結局またズレが起こったりとか、うん、っていうことだと今受け取り、はいはい、大事なことをちょっと聞き忘れてたんですけど、はい、起業に至ったきっかけですね、はい、僕はてっきりそのまま CNC に就職してですね、うんうん、ベンチャーでバリバリ働いていくんだなと思ってたんですけど、はいはいはい、うん、どういったいきさつがあったのかとか、はい、ぜひお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。そうですね、元々 CNC は自分が大学に復学する休学中の1年間に北海道に行っていたこともあったので、うん、大学復学するタイミングで一度東京に引き上げてくるっていうのは決まった上でジョインしてたんですけど、自分が改めて大学4年生復学したタイミングで、うん、こう自分のパッションを何に燃やしていくのかっていうのをすごく振り出しに戻って考えた時間があったんですよね、うん、それこそそのコミュニティナースとして村で過ごした時間もあれば、看護学生として子どもたちに出会ってきた時間もある中で、一度全ての肩書きとコミュニティを手放して考えようと思って、私はインドに行ったり、インドに行ったり、パキスタンに行ったり、パキスタンも行って、ドバイに行ったりも本当にあたりの国をただたださまよいながら向き合った2ヶ月っていうのがあったんですけど、まあ、それをしていく中でもこうどんなにこう貧困な地域にいたとしても、そこにいる子どもたちに自分の心が向くっていうことをすごく実感したり、すごく貧しい地域の子どもたちが落ちてるゴミだけでおもちゃを作っていたシーンに遭遇した時があったんですよ。ほうほうほう。で、現地の言葉なので何言ってるか分かんないんですけど、うん、ま、ガイドの、ね、方曰く、これ全部ゴミで自分たちで作ったんですごくない、へへーって言って見せてくれて、なんかそれを見た時に、あ、子どもたち自身がこう持ってるクリエイティビティというか可能性って本当にすごいなって改めて感銘を受けて、なんかここにもちろん
水だったり食料だったりっていうのも最低限必要だし、まだまだ足りていない現状はあるけれども、うん、なんかその上でここにいる子どもたちがもっとこの自分自身の力を信じて可能性を広げて生きていけることができるような何かこう介入だったりとかっていうことをこう自分は人生を通してやっていきたいんだなっていうのを改めてこう医療の領域を離れた時にも実感したっていうのはすごく強くて、じゃあそういったまず初めのアクションをどこかでやっていこうかって思ったタイミングで、自分に一番近いのは医療だし、特に病を抱えながら生きている子どもたちが胸の内に秘めてるエネルギーをどう解放して力に変えていけるのかっていうところにまずは向き合いたいなと思って帰ってきて、よっしゃやるかと思ってスタートしたっていう感じです、うん、あ、そうだったんですね。今初めて聞いて、じゃあ 2ヶ月の旅での経験と実際に見た事実でおもとに今のアイデアというかを形にしていったっていうので合ってますかね。いや、なんか起業をするとか、こう自分でやっていくっていうこの自分のパッションをどこに燃やしていくのかっていうのが見えてきたのはそういった時間でありながら、今の事業の構想に立っているのは3年間かけて学生団体として取り組んできた仮説検証といいますか、そこでの子どもたちとの関わりが全てのベースになってます。もともと病院の中でオンラインをつないでプログラムをやったりだとか、現地に訪問をして子どもと関わる活動をしてたんですけど、どうしてもコロナ禍で病院の中入ったりするのはすごい難しくなっちゃったんですよね。でその時にこう自分たちが第三者として浅く広くの関わりをすること以上に、一つのプロダクトを起点にしながら感染対策も気にしなくていい、むしろ現場にあるその保育士さんと子どもたちとか看護師さんと子どもたちっていう今あるつながりを強固する形で、もっともっとつながりの中で子どもたちの可能性を広げていくことがなんかできるんじゃないのかなっていうところで、時代の変化も相まって着想に立ったっていう感じです。株式会社っていう形じゃなく、一般社団法人という形だったと思うんですけども、この形態を選ばれた理由と、そもそも一般社団法人の立ち上げって何したらいいのかというか、多分株式会社とは違う部分もあったと思うんですけど、実際に多分そういった企業の形ももちろんありだなと思っていて、ちょっとそのあたりとかぜひお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、それこそ結構等身大な感じで話すと、悩んでいるから一般社団法人にしたっていうとか結構素直な思いでして、なんかこうある意味株式会社としてやっていくっていうのはきちんと利益が立ってビジネスとしてお金が循環するっていうことが最低条件になると思いますし、NPO としてやっていくってなると、じゃあ助成金だったりとか寄付者さんからお金をいただきながらやっていくって形になると思うんですけども、どっちも大事にしたいことあるな、どっちもやりたいな、でもその中で大事にしたいことを貫きながら、それをこうあり方の表現手段としてどういうビジネスモデルを描くのがいいんだろうみたいなところは、もっともっと忠実に現場に向き合いたいなと思いましたし、その先でしか立ち上がっていかないんだろうなって素直に思ってたっていうのがあって、そういった意味で両方できるのが一般社団法人っていうざっくりした認識のもと、今は一般社団法人っていう法人格でスタートを切ってるっていうような形になります。なるほど、この迷った時というか、両方追っていきたいなっていう時に、一般社団法人おすすめだよと。そう、おすすめだよというか、おすすめってちょっと言い切れないかもしれないけども、一つ私としては、一つケース1として、こういうやり方もあるよっていうところは全然大事だと思うんで、お聞きできてよかったです。はい、なんかこうどうしても今までこう寄付のモデルの中で回ってきた事業ってどうしても、助成金を集めてとか応援していただくみたいな形でのこう普及が一般的だったと思うんですけど、なんか私たちその子どもたちがかわいそうだから支援をしてくださいっていうふうには1ミリも思っていなくて、なんかむしろ病院の中で出会ってきた子たち本当そうだったんですけど、みんなこうめっちゃ可能性もあるんですよ、なんかすごい力を持ってて、例えばなんかこう病院食おいしくないんだよねって言ってたお子さんとかが電子レンジでできるメニュー考えたんだけどみたいな、言って電子レンジだけでできるメニューを考えながら、病院の中で少しでも自分らしい時間を過ごせるようにっていう創意工夫をされていて、
なんかこう制限されてる環境に置かれているからこそ、こう自分で生み出す力というか乗り越えていく力、やっぱすごく強いなっていうふうに思って、なんかそういう力がやっぱり病気だったりとかいろんな困難な状況を乗り越えてきた人たちにしか出せない優しさとか強さってすごくあるなというふうに思っていて、そこの可能性を信じたい、そこを一緒に強くしていきたいという思いがあるので、うん、きっとこうそれを社会として認識していくには、なんかこうかわいそうだから応援するから寄付するねっていうモデルではない、うん、多分新しい座組があるんだろうなっていうのは可能性としてすごく感じていて、うん、なのでそういったところをこう社会の皆さんと深めながら新しいモデル作っていきたいなっていう、その未来の余白も残して、はいはいはい、はい、一般社団っていう感じです。ありがとうございます。今回教えて久保旬ということで、はい、まあ、普段から結構、うん、いろいろ質問してくれたりしてくれてると思うんですけど、はい、なんかちょっと、もちろんその過去に聞いたことでもいいですし、はい、今ちょっと困ってることとか、うんうん、ここどうしたらいいんですかみたいなことがあれば、はい、せっかくなのでぜひこのまま聞きたいなと思うんですけど、はい、どうでしょうか。はい、そうですね、教えて久保旬、うん、ちょっとね、はい、最後ぶち込みましたけど、はい、教えて久保旬で純度高い世界を描き続けるには、どうしたらいいですか、うん、何を大事にしてますかっていうところを最後お聞きしたいなと思います。まあ、背景としては、やっぱりこの特に久保旬とかもそうだと思うんですけど、どん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 関わる仲間が増えたりとか、はい、目指す世界がどんどん前に進んでいくと、どうしてもこう守るべきものができてきたり、難しいなっていう決断をね、どうしてもしなきゃいけないタイミングとかもあると思っていて、そういった時になんかこう自分自身がどうあるのかみたいな、そのあり方がすごく色濃く出てくるのが、ある意味起業の一つの醍醐味でもあるのかなっていうふうに思っていて、自分としては自分のあり方をどうあるのかみたいなことをすごくテーマとして向き合いながら、事業を向き合っていきたいなというふうに思っていて、そういった時にポブシュンが純度が高い世界を描き続けるために自分が大事にしていること、純度っていうのは、はい、自分の思い描いてる世界っていうことですか。そうです、そうです。会社とか事業を通じて作りたい世界、はい、ビジョンとかあるじゃないですか。確かに、そこに行くまでやっぱ山もあるし、はい、いろんな抵抗もあるかもしれないし、うん、時にはうーんえいやってやる必要があるかもしれないけど、うん、はい、でもやっぱりなんかこうまっすぐな気持ちでいたいじゃないですか、うん、はい、なんかそういう時にこう大事にしてることというか、うん、これだけは自分気をつけてるよみたいな、うん、自分のポリシーみたいな、まあ、それで言うと僕これまで起業を一応3回挑戦してきて、今3回目はいの起業にはなるんですけども、うん、まあ、なんか必ず自問自答しているのが、誇りを持ってやり続けられるかというところをめちゃくちゃ大事にしてまして、この創業者の魂が、火がですね、消えた瞬間、もう終わりだと思うんですね。で、多分今回の事業も、結構難しい領域にチャレンジしてると思うんですよ。で、僕自身もそうでしたけども、新しい概念を、まあ、生み出すのが、まあ、ベンチャー企業だと思ってるんですけども、そこへの理解であったりとか、まあ、それこそじゃあ導入に2年かかりましたとか、3年かかりましたとかは普通にありますし、この思いの部分をいかにこの伝え続けられるか、もう諦めた瞬間、諦めなかった人が最後なんでしょうね、まあ、勝つというか、達成できると思ってるんで、多分井村さんにもまだまだその魂は燃えまくってると思うんですけども多分途中消えそうなタイミングとかねうん、うん、事業以外のステークホルダーいっぱい増えてきて、うん、こっちちょっと忙しいとか、社内どうしようみたいな、うんうん、とかあると思うんですけども、本当にこの核となる光の部分、炎の部分ですかね、ここだけが絶やさないように、いやそれ実際病院ほんまに行けんのみたいなとか多分絶対あると思うんですよね。行けるに決まってるだろうと、っていうのをもう一生やり続けると
いうことをずっと僕は意識してますね、うんうん、なのでちょっと一緒に新しい、はい、チャレンジ概念を世に普及させていきましょう、はいはい、お願いしますっていう感じで、はい、どうでした今の聞かれて。いやほんとそうだよなって思いながら、なんかこうさっきもね、大変だったことあるって聞かれたと思うんですけど、うん、私もやっぱり、うん、なんかそうやって厳しいフィードバックいただけたりとか、なんか否定してくださること自体も、うん、あ、応援だよなって、うん、なんか無関心だったらそもそもそれって出てこないじゃないですか。それでもなおそういったフィードバックをしながらも一緒に子供の未来を作りたいって思ってくださってるからそうやって言ってくれてるんだよなっていうとか、やっぱすごくこう感謝の気持ちを持ちながら誠実に向き合っていく、うん、その延長線上にしか自分のこう魂を燃やし続ける方法ってないのかなって思ったので、うん、なんかこう気合とか過信みたいなもので魂を燃やし続けるよりかは、なんか身近な人への感謝とそこへの確実な手触り感みたいなものをしっかり握りながら魂を燃やしていきたいなって思いました、うん、そうね、なんかやっぱフィードバックくれるだけでありがたいんで、うん、なんか普通に宿題もらったっていう風にいつも僕捉えるんですけど、逆になんか次の訪問を獲得するために宿題ないですかみたいな、はいはい、うわ、この間どうしたよねこれめっちゃいい前の言われたし、早速実践しました。あ、そう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 、はい、結局、うん、なんていうんですかね、まあ、ここもじゃあ何回も会ってるじゃないですか、うんうんうん、である程度こういう人だっていうの分かってると思うから、はい、なんか声かけてくれたともちろん思ってますし、一、うんうん、回来てほら病院に入れてくださいみたいな、無理じゃないですか普通になんでもう何回も会いに行くと、うん、結局、まあ、泥臭くなんでしょうね、あの思いを伝えるっていう部分が、うん、大事かなと思ってるんで、うんうん、まあ、なんか時にはね、あの楽してオンラインで済ませようとかあると思うんですけどやっぱここぞという時は会いに行って、うん、無理だったら何改善してきたいですかっていう宿題もらって、うん、帰ってきましたよと、うん、っていうのを繰り返すのかなというふうには思いますね、はい、はい、お学びになります。ありがとうございます、はい、ありがとうございますで本日はご視聴いただきありがとうございました。教えて久保旬第2弾特別編ということで、本日は今るさんにお話をいただきました。あの今後もですね、あの僕と話したことあるとか限らず、あの SNS オープンにしてますんで、あのこういう取り組み映像で残したいとか、あのより発信したいっていうものがあれば、あのぜひお声掛けいただければと思いますし、何か聞きたいこととかもあればぜひあのお寄せください。僕からちょっと出てよっていう人もなんかいるかもしれないんですけども、はい、そんなところで、セットプラン盛り上げていけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。